皆さんこんにちは。映画を撮ったり観音小説を書いたり、まあいろいろそんなようなことをしている友松直之と申します。リラクエア開業以来、チラシ巻きからポスティングから動画の撮影、あるいはそのスタッフ集め、モデルの手配などサポートしてきましたが、実は僕自身はそのマッサージというものにそれほど有用性を感じていなくてですね、肩が凝ろうが腰が痛くなろうが風呂入って一晩寝りゃ治るよとずっとそのようなそんなことを公言しておったのですが、まあ、この度非常に、肩の、まあ、頭痛といいますか激痛といいますか、まあ、肩もうこれはなんというかもう寝ても痛い起きても痛い、パソコン向かってシナリオ書いてたんですけれども、もうダメ、もうこの座ってられないし寝てもダメ立ってもダメ何してもダメ、もうじっとしてるだけでこう油汗がじっとりと滲んでくるような痛み、電話をかけてちょっとマッサージしていただけないだろうかという電話をかけるという、まあ、これまでね10年初めてこちらから頼るという、お願いをして、ほぐしていただいた。これがいざやってもらうと全然こうやっぱり違うもんだなと、なかなかこういいもんだなと、まあ、考えを改めるに至ったわけですが、まあ、中でも非常にその僕にとってはこれはいい、これは効くと感じた特選という一見乱暴に見える施術がありますが、あれが僕はとても気に入ったので今日は動画モデルに、志願した次第であります。お目汚しではありますがどうぞお付き合いください。やってきますね。こういう形で、うん、ちょっとぬるいかな、もう少しきつくがある、無理こっちやろ。お母さんどう？うん、気持ちいいよ。
大丈夫、これですよ。もう大丈夫、うん、大丈夫だよ、ありがとう。痛くなった？うん、大丈夫だよ、今優しくしてくれて。平気になった？うん、平気になったよ。やっぱりこの重さがいいね。どうだい？あのあれはこう両方から均等にかけることによって背骨の矯正効果があるんですよ。ああ、なるほどね。うん、気持ちがいいかどうかというだけではないので、ね、やっぱり一本の方がいいな。近くに届く感じがします。うん、ああ、それいいね。こっち。ここ。背骨に当たんないように。こっち。もうこっちでもいい。それいいね。大丈夫かな。あ、そう、うん、それいいね。聞かれた。ここ天草のツボがあるとこですよ。あー、天ぷらそば。はい、天ぷらそばって言ったな。言ったね、お父さんもそういう言わざるを得ない。聞かれた。それはすごくいいやけど、その下に行くとちょっと痛みが立つね。これはすごくいい。反対。どうですか？うん、気持ちいい。全然気持ちいい。うん、やっぱちょっとだから、掘り加減の違いじゃないですか。同じようにやってるから。え、さっきそれ俺痛い痛いとか。そうですよ。あ、そっか。これ全然気持ちいいな。当たりが広くなるほど弱くなるというか、そうそう、ね、うん、ソフトになって。
るのに。おお、そこすごいね。響くね。響く響く。うん、おお。手の骨。うん、指先まで来る。来るでしょ。この手がかなり、こう経絡的に重要な人なんで、手からほぐしてあげると、いろいろこう。呼吸も楽になったりとか、炎症を抑えるのが、まあ、こういう、こうとか、こうとかに効能があるので、じゃあこう言ったら、こう、この狙って、こう当てて、こうやっても。ああ、なるほどね。ああ、そこ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 。痛い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 。やっぱり指押しとは全くこう人は違う、感じがある。俺はこっちの方が好きやな。好きやなですか。そう。好きやねん。やっぱり指でやられるとね、俺はどっちでもくすぐったいというか、まあ、なんかこう、でもそういうとこありますね。そっちにね、行ってしまうんで。やっぱ気でこう、やられる方が、それあるんですよ、実際。手で押されるのが苦手なところも、トーク戦だと結構大丈夫っていうのがあるんですよね。やっぱ物が当たってる方が、やっぱりあの自意識の問題かもしれんけど、それはあると思います。やっぱちょっと手だと強すぎるっていうか、当たりもまあこれで広くなるんで指よりも、そういうこともありますね。だしちょっとこう他の刺激がどうしても手だと、そう指周りも全体的に当たっちゃうんだけど、これだとここ狙ったところだけ、ほぼもうこの木の面のところだけしか当たんないんで、集中するんですよね。気持ち悪いこの周りに触られてる感はないので。そういうことよね。だから人に触れられてるということ自体でも構えちゃうところがあるから、そうですね、そういうのが苦手な人にもトーク戦いいですね。そうね、そうね。だから硬さが強い人とか結構神経質な人とかにも向いてますね。硬すぎるとやっぱりその入っていきにくいけど、トーク戦だとこう弱い刺激で深部までこう振動がいってるので、人体の水分に波紋を広げるような形で刺激が深部まで伝わっていくので。ジョジョの第一期の波紋法みたいな。そうですね、そうですね。だから無理なく、ああいいね、それ、よく効くという、深くに届いてる感じが。そう、だからすごいいろんな効果があって、神経の伝達良くしたり、脊髄活性化したり、筋肉をほぐす効果ももちろんありますし、まあ、あとこうリラクゼーション効果も高いですね。音のこの響きが、コツコツっていうナチュラルな音が、こうリズミカルにというかね、聞いてることしてるという、そうですね、音によるこう効果っていうのもありますね。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。お疲れ様でした。